大丈夫？はい、では噴火杯3位決定戦、開始したいと思います。では、まずですね、実況私黒羽と、はい、解説は神崎でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。さてさて、噴火杯、トリプルバトルの3位決定戦ということでですね、予選素晴らしい戦いを繰り広げてくれた、お二方に今席についていただいております。で、まず対戦の方に今進んでもらっているところですが、まずですね、トレーナーの紹介を簡単にさせていただこうと思います。まず、画面手前側、これから表示されますがなりますのが、かげろうさん、反対側が、ブラックさんということでですね、こちらのお二方同じブロックでもうすでに一戦繰り広げているということで、そうですね、とても楽しみな戦いになると思います。その時はちょっと陽炎さんが勝利を収めているということですが、情報バレがある状態での3位決定戦、試合がどのように動くかは、ここからで、ね、見どころがたくさんある試合になると思いますよ。はい、楽しみですね。さてさて、では対戦の方に進んでいただきたいと思います。大丈夫ですかね、画面の方は。はい、では画面の方の切り替えをよろしくお願いします。さて、トレーナーネームが晒されているともう一発でね、どっちがどっちか分かっちゃいますね、これね。そうですね一人一致してますからね。さてさて、では、選出の方に進んでいただけますかね。さて、この3位決定戦のこの対戦の場というのはですね、とても緊張する場です。プレイングに支障が出ないよう、もう素晴らしいプレイングをね、私たちに見せてください。お願いします。さて、ではパーティーの紹介に移りたいと思います。まず画面に表示されておりますのがブラックさんの構築、ムシャーナ、ハリテヤマ、ニンフィア、ガラガラ、バクーダ、サマヨールという構築です。対する、カゲロウさんの構築はガルーラ、クレセリア、ヒードラン、ケシンボルトロス、レイジューランドロス、ニンフィア、こちらの6体となっております。どうですかね、神崎さん、このポケモンの並びを見て。そうですね、ブラックさんの方は、ムシャーナとサマヨールがいるのでといるのと、また、バクーダ、ガラガラ、ニンフィアといった低速なポケモンいる、おそらくトリックルームを使ったパーティーなのではないかなと思います。対してかけろうさんのパーティーが、ガルーラ、クレセリア、ヒードラン、レイジューランドス、ニンフィア、結構、スタン寄りの構築ですね。それに、ケシンボルトロスが今回入った形となってます。ケシンボルトロスは、トリプルでは比較的見ないポケモンなので、どんな動きをするのか楽しみですね。またこのルールですね、過去作のポケモンが使えるので、ボルトロスが、いたずら心なのか、はたまた負けん気なのか、どっちかわからないというのが楽しみかなと思います。なるほど。さて、いよいよ選出の時間が終わりを告げようとしております。さて、あと4、3、2、1、はい、対戦スタートです。さて、ブラックさん対カゲロウさんの試合、さてどんな戦いが見られるのでしょうか。まず期待の集まる先発です。さて、繰り出されたのはサマヨール、ハリテヤマ、ムシャーナ、対してクレセリア、ガルーラ、ニンフィアが繰り出されました。さて、配置についてはそこまでどうですかね。そうですね、そこまで大きな影響はなさそうですね。さて、なかなかですね、トリプルの実況は難しいですね、これ盤面で。さて、どんな行動が取られるのか。そうですね、今先発のガルーラなので、おそらく猫魂を持ってる可能性が高いんじゃないかなと思います。ハリテヤマも猫魂はあるので、まあ、どこに猫魂を打つのかって言って、逆にハリテヤマに打たないと、そうですね、インファイトを打たれてる可能性とかいろいろあると思います。さまざまな目論みが錯綜していると、そういった状態でしょうか。はい、またムシャーナとサマヨリ両方トリックルーム使えるので、どっちがトリックルームを打つのかっていうのも、これはまた見ものなのじゃないかなと思います。なるほど、片側は止められる前提の動きもできると。そうですね、受けが広い構築ですね。はい、さてさて、初手でだいぶね、結構悩んでるような状態ですよ。これはお互い苦しい並びなのか、それともこれはかげろうさんだけ動きが決まっているのか。これは
さて、はい、動きが見られましたガルーラ、はい、もちろんメガ進化ね、はいはい、メガ進化まあ確実なメガ枠ですよこれ、まあそうですね、ちゃんと一般枠で紹介された、はい、さてガルーラしっかり動いて猫魂をハリテヤマに、まあ、先ほどのインファの話もございましたのでやはりねハリテヤマいるだけでプレッシャーですかね。おっとクレセリア、ここで神秘の守り、そうですね、そして積み出すニンフィア、そうですね、神秘の守りはサマヨルの鬼火を守れるのでとても強力だと思います。あ、なるほど、これでじゃあガルーラが比較的動きやすい盤面というですが、ここに対してブラックさんも盤面を作り上げていくと、これで重力でまず自分の、まあ、何らかのコンセプトを通すための手段ですかね。そうですね、後ろにガラガラが控えているのでそれのためでしょうか。そしてトリックルームと、はい、決まってしまいましたが、お、そしてハリテヤマ燃えましたね。そうですね、火炎玉ということはおそらく特性は根性ではないかなと思います。さてこの場面は、基本的には、サマヨール、ハリテヤマ、ムシャーナ、どれも低速ですので、ブラックさん側が、先行を取って行動できるのではないかと思います。それに対してカゲロウさん、トリックルームを通してしまいましてこの後どう立ち回るかが見ものかと思います。なるほど、ただそうですね、比較的ブラックさん側の打点が低いように見受けられますが、こちらはこれからどのような動きをしますかね。そうですね、ここでムーブが見られました。このムーブは多分ニンフィアのハイパーボイスを受けるために考えられますね。はい、そして、ムシャーナ方向に、ステミタックルが打たれてハリティアマが気絶します。もうトリックルーム中とは思えないようなもう本当生き生きとしたポケモンですねこのガルーラは。おっと、そしてトリックルームを解除、それに対しトリックルーム、はい、ここは、トリックルーム読みのトリックルームですね。完全にこれは、読みが決まってます、とても素晴らしいと思います。ターンまでリセットされてトリックルーム継続と。そうですね、そしておそらくパーティーのコンセプトになるであろうバクーダが登場しましたね。はい、ここで、バクーダが登場してガルーラもちょっと削れてしまっているので受け切るのはなかなか難しいんじゃないかと思いますが、どう立ち回っていくかがちょっと楽しみですね。まあ、前回のロゴになってたバクーダですからね。そうですね、主催からしたらもう感無量じゃないですかそうですね、この放送の場にバクーダが出てきてくれると、さあどんな動きをするのでしょうか。さてトリックルームの、ね、ターンもしっかり、まあ、読み読みという形で取り戻し、はい、読みを戻したらいいんですけど、再びまたトリックルームの卓があるのでどうお互い立ち回っていくのかがポイントになるのかなと思います。さてそこまでの間でどれだけ削り込めるかですね、トリックルーム中のアドバンテージをどう稼ぐか。さて、ガルーラが交代しました。そして中央に飛び出したのはヒードラン、少しニンフィアとクレセリアが避けましたね、幅が広い。そしてバクーダがメガ進化、メガバクーダの登場です。さてタイプ相性的にはどうか。おおっと、サマヨルここで2本バレー、はい、これはバクーダより先にサマヨルが動けるので、天候サポートをしてくれたという形ですね。そして、ムシャーナがヒードランの、あ、ガルーラをもともと削りに行きましたがヒードランに受けられてしまいます。そして熱風、まあ、クレセリアにも相当なダメージが入りましたが、そして反対側でモリモリとそうですね、レースを積んでるのがサマユルとちょっと、ムシャーナの打点が低いのでその間を生かしてガンガン取り、瞑想を積む感じになってます。そしてトリックルームは元に戻されてしまいました。はい、これはだいぶ厳しい状況なのではないでしょうか。今低速3匹並んでるので、おそらくニンフィアとヒードランが上を取る形になったのではないかと思います。しかも先ほどヒードランもらい火受けてますからね。そうですね、ここからブラックさんがどう受け切るか、日本バレもしてしまったので炎技の威力を強化されてます。そうですね、算数が苦手でもすごい火力だってことは分かりますね。そうですね、とてもすごい火力だと思います、はい さてターンの進行が早い、クレセリアがバクーダを削りにかかりました。
そして噴火、これが噴火灰だ。さてダメージはどうか。おー、素晴らしい。まずはこれで武者穴とさまようるハイパーボイスと噴火でダウン。さあ半減ですが、爆打がだいぶ削れましたね。タイプ相性忘れてましたね今ね。もっと大地の力で打ちましたが、一応主火で半減とはいうもののヒードランたまらずダウンです。おそらくこの急所は関係なく落ちると思います。さすがの火力ですね、バフガも。さあ今ブラックさん側がムシャーナ、サマエルと2匹のトリル指導役、まあ、ムシャーナはまだトリックルーム打ちませんでしたが、失ったことでちょっと厳しい場面になってきたのではないかと思います。そうですね、素早さ上は常に上を取られてしまうような状態が想像できますね。さて再度ガルーラの登場です。トリックルームじゃなければもうドンと来いと。そして登場したのは中央にニンフィア、さらにサイドに登場したのはガラガラが登場しましたね。はい、今これカゲロウさん側のニンフィアが瞑想を2回積んだ状態であるので、一旦受け切って回想にもちょっと厳しいんじゃないかなと思います。そうですね、せめて素早さ順でなんとかできればガラガラとかの物理火力で押すこともできたんでしょうが、なかなか厳しい状態ですね。はい、さて両サイドを守りました。おっと、この守るは取りましたね。そしてハイパーボイスニンフィア、おっとニンフィアでここまでのダメージが入りますか。そうですね、 D が高いニンフィアでもとても削れちゃってますね。お盆の実を食べましたが体力的に怪しいところか。さて開始のハイパーボイス見せてみろ、ハイパーボイスの火力を。おっと急所ですが、そちらは大丈夫そうですね。さあここで重力も切れてしまいました。まだかけろさんにはですね、霊獣ランドロスと化身ボルトロスがいるので、ちょっと打点が下がったかなという印象があります。さて、登場したのはボルトロス。先ほどのパーティーの説明ではどちらの方がいるのかわからないと。そうですね、さあこのボルトロスがどんな動きをしてくるのか。後発だとあんまりね、ボールのエフェクトも分かりませんからね。そうですね。さて、やつがガラガラを連れ去りましたね。そしてクレセリアがニンフィアの消耗を図る。先ほどのハイパーボイスで危ない数字だったので、この蓄積は大きいか。ハイパーボイス、ニンフィアはもちろんたまらずダウンですね。先ほどの数字だとちょっと何とも言えない数字だったんですかね。ここで最近でのダメージ、そうですね、まあ、保険をかけたという感じでしょうか。そして熱風でクレセリアダウン。だがクレセリア十分な仕事を果たしたように見受けられます。そうですね、やっぱトリックルームを返さないことにはだいぶ厳しい状況ではなかったんじゃないかなと思います。スタンダードな構築でも対策としてのトリックルームが採用している場合もあるんですね。はい、さて残りのポケモンが連れ去られたガラガラと、もう虫の息の爆打となってしまいました。今この状況真ん中のポケモンがいないので、ガラガラに対してはシングルダメージで、もしもニンフィアがハイパーボイス打った場合入ってしまいますが、で切れるのでしょうか。そしてガラガラがフリーホールから解放、すごい結構入りますね。そうですね、さすがタマボルトロス。さてそこでモリモリ積んだ瞑想のハイパーボイス、シングルダメージです。ガラガラはダウン、これは厳しい。さてランドロス、ボルトロス、ニンフィアに対面するバクーダという状態になってしまいました。そうですね、ちょっとさすがに厳しいんじゃないかなと思います。さて試合もいよいよ、最後のターンということになりました。さてランドロス自身を選択です。さてバクーダがたまらずダウンということで、噴火杯3位決定戦勝利したのはカゲロウさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。やはりコンセプトであるトリックルームを通さなかったと。そうですね、ブラックさん側はやっぱトリックルームから展開したかったので、それを阻止したカゲロウさんがやっぱ上手だったのかなと思います。素晴らしい構築でしたね。そうですね、スタンダードな構築に刺してあるトリックルームと、はい、いうことで、素晴らしい活用方法を見入れたと思います。はい、お二方ありがとうございました。ありがとうございました。